配信の12チャンネルをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。配信の12チャンネル、ナオパです。グレートです。ショタロです。今年も配信の12チャンネルをよろしくお願いします。というわけでね、お話をね、新年の抱負とかいろいろね話していきたいと思います。軽くね、よかったらお暇な方聞いてってください。お暇な方のみ。去年を振り返ります。新年早々やってみますか。はい、はい。じゃあ翔太郎くん、去年どんな感じでしたかね。去年僕はもうね、やりたいこといっぱいやりました。カメラとかも買って、ミュージックビデオも作ったりとか。自分のバンドの方で楽しかったなということでね、こっちでもなんかいろいろもっとやりたいです。今年はウェイ雑だな。金かかって、金使ったね。金使った、いろんなソフト買いました。カメラだけ10万くらい使いました。無駄にならないといいね。本当だね。グレート君は。はい、僕もですね、まあ、いろいろ普通の人に比べてないですけど、いろいろなんかやっぱ身の回りのもの買いましたね、音楽関係で。あとね、一番僕の中で重要なのは、ギターのローンが終わったってこと。あ、次買えるじゃん。そっかそっか、ね、なんか次考えてます。マジなんか欲しい。もうギブソン行っちゃいなよ。終わったんだね。オールドな欲しいよ。僕はね、僕ナオパはね、去年は、まあ何もない、本当に何もない、平和な、はいはい、本当に何もなかったなって、振り返ること何もねえなっていう感じがして。あ、でもスイッチ買ったの。全然音楽じゃねえ。ね、ゲームスイッチ買って、ちょっとばあちゃん死んじゃって。おいそれ重いな。そうなんですよ、ばあちゃん死んじゃってね。あ、俺でも泣けるんだなと思った。いや、もう俺たち何も言えないよそれ。もう言えねえ。なんか涙ってもう出ないと思ってたんだけど、今年には俺ね、覚えてる限りで3回ぐらい泣いたんですよ。本当ですか。あ、4回ばあちゃん入れて4回。鉄腕ダッシュ見て泣いたでしょ、まず。な、鉄腕ダッシュって見たことあります？あんまないです、ね、ないですか。三平明夫さんっていう農家の師匠が死んじゃったんですよ。結構前なんですけど、でもその人が残した種を新宿で植えるっつって、うわ、それでちょっと泣いちゃった。それはちょっとうおーって。確かに新宿で、うん、いい話。あとね、ちょっと話していいですか。いいっすよ。僕ジャイアンツファンなんですよ、巨人。え、知らなかった。あ、そう、本当。巨人ファンなんですけど、はいはい、亀井選手の満塁ホームランで泣いちゃって。前2打席ね、前の打者が敬遠されて打てなくて、延長だったんですけど、打てなくてね、すっげえ顔してたんですよ。で、もう次の3打席目で前の打者がまた敬遠されて、何バカにしてんだこの野郎って、バコンホームラン打って、それ泣き崩れてるの、大の大人が。もうやったわみたいな。そうそう、それで泣いちゃって。すごいですね。僕もアルマゲドン見たら大体毎回泣きます。アルマゲドンはいいっすね。アルマゲドン毎回泣きます。すごいいいね、あれはね。俺も好き。そう、僕映画では泣けるのに現実で泣かないから。アルマゲドンとインディペンデンスデイが好き。泣く、泣く、わかる。あるあと北三ブラックがありまきれいに買って、マジで泣きました。競馬も好きだからね、見るの。北島三郎さんのね、泣いた顔見たらちょっとたまんなくなっちゃって。結構もう、結構ね、ちゃんと泣いたね。あ、俺もちゃんと人の感情残ってんだなと。なるほどなるほど。ちょっとね、そういう収穫の実りのある一年でした、ね、めっちゃ語りましたね。ありがとうございます。来週はですね、これなんかちょっと1ヶ月に1本ぐらいこういうの上げていこうかなと思うんですよ。ちょっとこれまだ終わりじゃないんですけど、はいはい。来月の予定は翔太郎くん、翔太郎くん、うん、翔太郎くんのね、ちょっとエモについてね。エモ、ちょ、僕語ってほしいなと思って。ついてて、なんですか、そんな。まあ、音楽のジャンルのエモとか、うん、ありますね。あとなんか今若者がやってるエモエモいとか。あれはよくわかんない。あるじゃん。あとマジマジンとか。マジマジはいいけど、マジ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 は別にいいけど。なんかあるから、ちょっと、なんかこだわりあるみたいだな、そう話してほしいな。そういうのをちょっとマツコデラックスみたく、2分ぐらいにまとめて、ありよしみたく切ればいいんですか。いや、切らなくてもいい。自分の思ってるものを、ね、分かりました、分かりました。吐き出していただいて。はい、ありがとうございます。っていう機会をね、はい、そんな場をいただいてあげる。ありがとうございます。というわけで、ちょっともうちょっとね、僕らのお話のお付き合いいただきたいんですが、はいはい。僕らがやってるのはやっぱ演奏してみたなんで、うん、ちょっと2017年で演奏してみた中で、まあ、一番のおすすめというか、はいはい、ちょっと一人ずつね聞いていきたいと思います、うん。じゃあ今度はグレート君からします。はい、僕は、逃げ水っていう曲をやったんですけど、はい、乃木坂ね。あ、あれがすごい的に好きなんです。あ、そうなんですね。はい、で、ね、
夏のなんか野球の話らしいんですけどね、うん、あのちょっとそういうの感動しました。よく詩を見ましたね。だからあそう、珍しく歌詞の内容を見るってことをもう多分生まれてから一回もやったことないな。そんなある？いや最近はありますね。やっぱいい歌詞だなってあるし、逃げミスか、逃げミス僕が参加できなかったやつ。そう、うん、翔太郎君もそろそろ省いてた時代だ、ね、そうさあ最近も省かれてるしね。そんなことないよ。どんどん仕事くださいよ。いやもうお前仕事渡してもな。やってくるでしょ。ちゃんとまず今日集まってるんですけど、今日までって言ったものが来てないんですよ、まだ。そうだね、確かに。僕ねもうそのデータもらった記憶すらね。ひどいね、うん、ひどい話。僕むしろなんなら早く来ないかなと思ってました。そうなんだ。早く引きたいから早く来ないかなって思ってたんですよ。でもなんか意外と難しいっつって、さっきネチネチ言ってたじゃん。いや ボーカルほんと難しかったね、あれね。ね、そういうのもいろいろやってるんで、うんうんうん、逃げ水ね、はい、まあ、特にあれね、何も内容がないってことね。いやイントロの指引き自分で長期で。ああいいね、あれ得意だね。ぜひ、ね、ぜひ皆さん聞いてみてください。ぜひ聞いてみてください。面白い曲じゃない、はいはい、すみません。じゃあ、まあ、次僕でいいかな、はい、僕ねちょっとね2つ言っていい、どうしても言いたいんだけど。どうぞどうぞ。危なっかしい計画っていう曲と、はい、あと、月曜の朝スカート切られた、はいはい、危なっかしい計画すごい好きで、あの原曲が、はいはい、なんか超早口でパーティーみたいな、ね、うん、あれ超好き、あれ一番好き、欅坂で一番好き、うん、でちょっとやってみなかったからやったんですけど、なんかいいっすね、バンドでやっとね、うん、すごい好き。翔太郎くんが最初歌ったんですよ、うん、でもこれダメだと思ってグレートコにしたんですよ。すげえ楽しかったんだけどな。あ、そうなん、僕も僕で、なんか平坦な歌い方だとかって言って、そうでも僕なんなら最初真似したんですよ、ちょっと。あ、そうなんだ。そうそう、本家の真似して歌ったらなんかそんな、ね、そう気合が入ってないって。そう、気合じゃ、やっぱさ俺らさボーカル一人じゃん、本家と違って。そうですね、やっぱ気合一発ね、バチってね、やっぱ歌は取らない。なるほどね、っていう歌ったことない俺が言ってる、はい。あと歌ってみたい今年。ああ、なんかいいんじゃないですか。なんか歌ってみたい。なんかやってみたいって話はしてるんですけど、なかなか実現してないですもんね。うん、で月曜のスカートを朝聞かれたのは、うん、ちょっとはあのこれね、もう、あ、多分今までやった中で一番エモくできたなっていう感じがあって、ちょっとね、あの言っちゃうとエルレガーデンの、うん、あれやべ、タイトル出てこない。ダラララッタラララッタラララって曲ね。タラララッタラララッテーテー。すげえ。カサスじゃないの。あの Very crazy enough to me って曲あるじゃん。全然わかんない。なんでわかんねえの今の。どうしよう。なんでタイトルが出てこないの。あ、ロンサム、ロンサム。あ、ロンサム。ロンサム。あ、じゃあちょっと今の正しいサビ歌ってくれよ。同じじゃねえか、一緒じゃねえか。Crazy enough to me だろ。あ、そのレベルの歌唱力か。そうそうそう、なんか合うバンド探しといて。合うバンド探しといて。わかりました。パンク系合いそうっすよね、でも、ね、やっぱり合いますね、がなる感じ、ね、そう、がなる。いや、だからそれこそ今、うん、ゴイステとかさ、うん、ギナンとかやってんじゃん、ちょっとやってみてえな、うんうんうん、いいっすね。というわけでね、その月曜の朝スカート切られた、ちょっと聞いてみてほしいんですよね。あんま正直ね、結構やったったって感じあったけど、そんな伸びてないんで、はい、ちょっとまだチャンスあると思うんで。チャンスあるな。結構エモくできたかなっていう感じ本当にするので、よかったら聞いてみてください。はい、翔太郎くん。僕の中でやっぱ今年、去年か、一番エモかったのは、はい、エモランキングになったの。それ来月だよ。いやもうね、やっぱブランコっすね。あ、もうね、あれすげえ演奏シンプルなんですよ。僕もあえてめちゃくちゃシンプルだよね。めちゃくちゃシンプルにしてるんだけど、その分こう曲とかメロディーの良さがすごい引き立ってて、いやこれだよな、こういうことだよな、曲はと。やっぱりシンプルでいいんじゃない、うん、そんな複雑なことしなくていいんじゃないっていう、うん、はいはい、こう今の J-POP とかに対しての J-ROCK に対してのアンチテーゼ的な感じになってて、自分の曲じゃねえのになんでそれを使ってる。やっぱシンプルでかっこいいを突き通した曲だと思ってて、それね、そう、それ一番いいっすよ、うん、だ再生数爆伸びしてるわけじゃないんだけど、うん、やっぱコメントとかでもやっぱ評価してくれる声はあって、やっぱ聞きやすいと思う。だから僕もやっぱベースのフレーズをサビの後半のところだけに入れたんですよ、うんうん、ス、うん、テン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 みたいなのを入れて、それ以外ずっとルート引きしてるんですよ。だからずっとルート引きしてるから、あそこがめっちゃ入るみたいな、すごい意識とかもあって、
いやもうそういうのを弾きながらも気持ちいいと思いながら弾いてました。ルート弾きがうまいベーシストって超かっこよくない？かっこいいと思う。超かっこいいよね。本当頑張りたい。俺ねやっぱベースのピッキングでオルタネートがうまい人ってすごいかっこよく見える俺の中でね。なるほどなるほど。いいね、音楽やってる人っぽいね。っぽいでしょ、うん、こういうのがいいんじゃない俺ら。いいね、うん、なんかちょっとかじってるし音楽、ね、かじってる、ね、というわけでブランコ、はい、ぜひ聴いてみてください。聴いてください。そしてですね、ちょっとね、もう次やってみたい曲なんかね、うん、ちょっと一人ずつまた聞きたいなと思うんですけど、はいはいはい、僕はね、ちょっともう進行中なんです。実はもうやってるんです。おだけどね、一つやりたいなと思ったけど、ずっとありました、2016年途中から。ハイスターの、うん、ごめんなさい、タイトルわかんないですけど、あ、もしかしたらそう。なんとかスタートラインという曲。Amateur Start Time Line。そうそう。なんつうですかね、ちょっと俺、それ、さっき歌詞の文句言ったじゃん。歌詞なんか、うんうん、読んだことねえよって、うんうん。でも歌詞がいいんだよね。いきなり。ミュージックビデオでこう日本史が、ね、そうそうそう流れてる。なんか英詞の日本史を読み解くの最近好きで、うんうん、エルレガーデンとかの曲だったり。すごい、なんかそれ、なんか逆にグッとくるもんがあるな、日本語で言われるより。わかる。なんかスーッとねなんか入ってくるんだよね、もまあ、目でよ、うん、追っててなんか僕たちは帰ってきたよみたいな、うん、一緒に歌おうよだからみたいな。確かにあれ聞いてから、うんはい、昔のハイスターの曲とかもすごい改めて聞いてみたりとかして、うんうん、やっぱいいね。ハイスターね結構日本史もいいっすよ。うんうんうん、エルレもいいけどね。そうっすね。メイクアウェイシュとかいいよね。ああめっちゃいい。あの日本史見ながらちょっと聞いてみるのもちょっと違っていいかもしれないですね。そうですね。あの和訳とか多分あると思うんで、うんうん、じゃあ次翔太郎君いっちゃいますか。はい。まあこのプロジェクトは結構わりかしこう最初からこうアイドルさんので特に欅坂さんとか乃木坂さん、うん、AKB さんあたりをすごい中心にやってきたと思うんですけど、そっち系統のアイドルをずっと中心にカバーしてきたと思うんですけど、はい、僕もなんだろうそれで YouTube とか聞いて、うん、関連動画とか見るとこうアイドル系の人たちっていっぱいいらっしゃるじゃないですか、はい、で他のやつ聞くと結構普通にバンドサウンドのあるね、あアイドルサウンドとかいたりして、かっこいいやっぱかっこいいなって思う曲もたくさんあって、あるある。ビスさんとか、あとパスコードさんとか。知らない。何それ。僕も本当ミュージックビデオで拝見したくらいなんですけど。アイドルですよね。アイドルアイドル。すっげえかっこいいんですよ。なんかすげえ9ミリっぽかったり。曲の昭和歌謡っぽいのにメタルも入ってるみたいな。すごいかっこいいのとかいっぱいあって、すごいもう単純にエモいみたいなのもすごいあって。だどんどんなんかこういう他のアイドルさんの曲にも手を出してみるのはどうかな。僕がちょっと思ってて、すごいかっこいい曲はいっぱいある。あんま考えてなかったあれ、ね。ちょっといいのあったらぜひやってみたらどうかなって僕はちょっと思ってます。そうっすね、はい、いいっすね。ちょっと送りますよ何曲か。ああぜひぜひ、うん、ぜひぜひそんなアイドル好きじゃない翔太郎君は。そうそうアイドル好きじゃないのにやっぱ曲がいいじゃんってなって聞き漁ってるんで、もっぱら二次元だって。いや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 聞いたことないけどその話。本当俺超適当に言ったことないそんな。というわけで二次元担当翔太郎君でした。ああやめろグレート君落とすな人。僕はね、まだ二次元がなんか人を落としてるみたいな、そんないやいやそんなのおかしいぜ。別にいいじゃんそういうあれがあっても。だけど違うもの。違うから違うもの。じゃあごめんなさい、はい、グレート君、はい、俺ですね。俺はなんか今みんなの話聞いてたら、うん、なんか俺もハイスターやりたいですもうちょっと。ああなるほどね、うん、他の曲も昔の曲とか昔の曲とかやっぱなんか昔はそのハイスタが黄金期の時は俺ぶっちゃけ聞いてないんです全然。へでなんか今こう周りからいろいろ情報入ってきて聞いていろいろ見てて横山健健横山ね健横山かっこいい、うん、だからもうちょっとやりたいなあの健横山ソロとかもかっこいいですよ、うん、ソロのバンドなんかすごい独特です。あの今まで俺が通ってきたギターリコピーのギターのフレーズの組み立て方にないんで、まあ、それが個性なんでしょうけどねすごいかっこいい。あ途中でいきなりサンドのねパーコード入ってるんでね、あこういうとこなんかすごいセンスあんなっていう感じですよね。確かに上から目線なんですよ。上から目線だすいませんね。でも健横山さんめっちゃかっこいいです俺、うんと思ってます、ね、俺でもあのドラムの人も好きよ。あドラムの人渋いっすよねめっちゃ渋いっすよね。いやでもすげえ年齢重ねてるのによくあの速いフレーズが、確かにまだ叩けるなと思う。確かに確かに
すごいよ。ドラムめちゃめちゃかっこいいし、音もいいし、その音いいね。アナザースタートラインの。つうかさ、めちゃくちゃ音良くなったね、ハイスタ。すげえ申し訳ないけど、あ、ハイスタってこんなだったな。やっぱあの PV 見ると、アナザースタートラインの PV 見たら、やっぱ海外で。アナザースタートラインって言うんだ。うん、そうか。そうだね。の PV 見たら、うん、海外でレコーディングしてるっぽくて、やっぱサウンドも海外っぽい。ドラムの音はすごいすごい、やっぱ僕の好きな海外のポップパンク系バンドの音をしてる。結構出てくるやつだよね。そう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 、うん、アタックがすごい強いやつ、うん、強い、うん、ああいう音を僕も作りたいな。結構俺らそういうカバーするときは、乃木坂さんとかのアレンジは別なんですけど、うん、カバーするときは結構その人たちに寄せてるねつもりなの、うん、なるほど。難しいね。難しい。つか銀杏とか超難しいんだけど。どうしたらいいの、あの感じ。あれはもう僕ら3人でスタジオ入って全部マイク立てて一発撮りするしかない。でもぶっちゃけ銀杏さんは本人さんたちでさえ綺麗すぎるって今言われてますから、うん、叩かれる。あ、今のね、銀杏、ね、今の銀杏が、ね、これは銀杏じゃない、綺麗すぎる。ギターが聞こえる、ダメ。ダメとか言って。なるほど。フレーズ聞こえちゃダメみたいな。でもあれは本当いいんですよね。あれを真似するのって本当難しくて、難しい、うん、でもなんとかしてやろうと思って、ちょっと汚くと思ってやってるんですけどね、うん、じゃあ今度みんなでスタジオ入って、せーので一発撮りしましょうね。やってみましょう。それがそれで面白くなると、ボロクソに言われそうだね。下手くそバレるね。バレるね。本当のクソバンドだってのはバレる。やばいやばいやばい、気をつけないと。口には気をつけないと。僕、まあ、もうちょっと今のカットお願いします。今の提案カットで。というわけで僕の今年泣いた話でした。それがメインなの。そう、それがメインで、ね、楽しかったでしょ。泣かなかった今年、去年。あんま泣いてないな。北島三郎で泣いた人ほどは泣いてないな。俺は北サンブラックで泣いたんだ。そうか。でもそのサブちゃんの顔見て泣いたんでしょ。泣いた。なんか最近弱くなってきたね。自分のことはどうでもいいんだけど、その人が、うん、人のことで結構あるね。でも僕もだから海外ドラマとか泣きます結構。そう、結構自己犠牲にしてこう人を助けるシーンとか。わかる。なんかちょっと中二病っぽいよね。うん。中二病っぽいか。中二病っぽい。俺中二病の毛がすごいあるから自分で分かったんだけど、はい、だから SF とか好きなんだろうな。なるほど。ああ、でも SF が面白いっていうのは僕確かに去年からすごい感じてる。でも世界救ってみたくない？でかいです。目標が。ああ、まあ、やっといてって思う。僕は。でも誰も行かないんだったら俺行くぜ。おー、暇だし。Nobody cares my eyes。 任せろ。それもやってみます。あんな歌だできねえよな。誰やんねんっていう。確かに。というわけで、本当に皆さん、なかなかとすいませんが、ありがとうございました。はいはい、2018年もね、まあ、全力でとは言いませんが、ぼちぼち頑張っていきたいと思いますので、はい、お願いします。お願いします。というわけでありがとうございました。はい、配信人チャンネル、ナオパとグレートとソダロでした。ありがとうございました。またね、バイバイ。ソダロ今年もよろしく。ウェイ。